今までマックス短いのってどれぐらいでした？バリカンでここら辺やられた韓国の俳優さんみたいな髪型になったとか、というか和田アキ子さんみたいな髪型、はい、短大の頃に、短大の頃にアッコさんか、アッコさんに、ある意味カリスマですけど、横から見た時になんかこういうラインがあるじゃないですか、こういう、あ、毛流れが、はい、うんうんうん、それがいいなって、大人っぽいっていうか、皆さんこんにちは、クレラボです。今回は大人っぽいショートになりたいというテーマでお伝えしていきます。ショートにね、あんまりいい思い出がなかった彼女を素敵なスタイルに変身させていきます。それでは早速よろしくお願いいたします。まずは縦スライスでセンターからカットしていきます。バックのシルエットのポイントとなるところなので、レングス設定をしっかりとここで作っていきます。そこから徐々にスライスを放射状にしていきます。放射状にすることで髪の毛を自然に後ろに引きやすくなるので、前下がりのねシルエットバランスを作ることができます。すべて後ろに引きながら前下がりのグラデーションを作っていきます。センターを切ったら、あとはそれにガイドに合わせて切るだけなのでね、どんどん勢いよく迷いなく切っていきます。サイドもそのまま後ろに引き気味にカットしていきます。大人ショートは綺麗でね、引き締まった上品なイメージなので、首周りもすっきり見える印象に襟足を締めてカットしていきます。逆サイドも同様にカットします。バックのオーバーブロックをカットしていきます。下からの延長でカットします。で、今回の大人ショートはバックのポイントをやや高めにして、前下がりの、ね、角度がしっかり出るようにします。この前下がりの角度が顎ラインと平行になるようにカットすると、すごくシルエットが綺麗になります。まずこの時点で最初に表面の角を落としておくと、バランスをつかみやすいので、頭の丸みに合わせて角を落としておきます。ここからトップにレイヤーを入れていきます。今回は彼女の要望でもあるように、毛流れをねしっかり後ろに流れるように作っていきたいので、表面の長さはある程度残して、表情が毛流れが出やすいようにレイヤーは長めにキープしておきます。ショートはね、襟足の綺麗さが全体の印象をつけるので、ここでベースカットでもしっかり取っておきます。ドライカットに入っていきます。ベースカットと同じ要領でセニングを入れていきます。今回のモデルさんは髪が多くて細くてね、柔らかいので、セニングも目の細かいセニングを入れてあげると、髪の毛が馴染むようなシルエットが出るので、セニングも選んで使用します。耳周りはかけることも踏まえて軽めにしておきます。首筋は沿うようにですね、ハサミの角度を入れてあげると、より襟足首にフィットするような質感ができてきます。耳周りはね、量が多いと頭がでかくなって見えてしまいますから、この辺りは入れすぎないんですけれども、ある程度しっかりと調整します。そして表面は間引くようにセニングを入れていきます。全部にセニングを入れていくと短い毛がピンピン出てくるんですけれども、やはり量が多いので減らしたいんですよね。そういった時はこのように間引きながら入れてあげると、綺麗に髪の毛が量が減らせます。ドライシザースを使ってアウトラインの微調整をしていきます。そして耳後ろ、そして襟足のフィット感はね、とても大切になってくるので、ここでハサミで調整していきます。オーバーブロックは毛先を中心に徐々に細くなるようにハサミを入れていきます。この時もね、ワンパネルずつ見ながら、毛の厚みがあるところを中心にハサミを入れて均等になるように調整していきます。で、顔周り、後ろに流れるような表情をつけていきます。表面をね、
前から後ろに流れるようにドライシザースでワンパネルずつ毛流れを作っていきます。髪を撫でるようにハサミを優しく入れてあげるとヘアスタイルも優しく仕上がってくるので、こういったところをね雑にしないようにすることがすごく大事だと思います。はい、そうするとね仕上がりも優しい質感に仕上がりました。ストレートアイロンで自然に丸くスタイリングしていきます。ショートの場合はこのようなミニストレートアイロンを使ってあげるとすごくスタイリングしやすくて、ちょっとねストレートベースなんですけど毛先が自然に丸くなるように作ってあげると表情が一気に出てくるので、ストレートアイロンで柔らかく毛流れを作ってあげます。ドライカットをね先ほど入れておいたので巻いた時に束感と柔らかさが出てくるんですよね。なのでこういったところで質感の変化が出てきますから、丁寧に作ってあげるのが大事になります。そして今回のスタイリングもこちらルベルのノイバームを使っていきます。これはね何度も紹介させていただいてるんですけれども、ヘアバームの中でもね質感が比較的軽いものなのですごく使いやすいんですよね。これを手の温かみで溶かす、だいたい35、6度で溶けますので、その下から内側から髪に置いてくるようにスタイリングをつけていきます。ボールを置いてくるっていうねバスケ漫画でもね有名な言葉があるように、優しく扱っていくことがポイントになります。程よい質感とツヤのモイバームですね。今っぽい質感が出てきます。首筋がねすごく綺麗なので襟足すっきりのスタイルがよく似合われると思います。そしてこちら今回の仕上がりになります。モデルさんもねいいリアクションをいただけましたね。ほっとしました。最後にビフォーアフターの動画も載ってますのでチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。